どういう話しようかなと思ったんですけども、結構ですね、世界に勝つ経営ってことを考えたらば、えー、今日は結構ベタなお話になります。といいますのも、世界に勝つ経営っていうことは、つまり世界に勝つマネージメント、リーダーシップが発揮できていなければ、皆さんの会社が世界で勝つことはまずないですし、日本で勝つことも多分ないんじゃないかなと思うので。 えー、まあ、経営っていうのはですね、本当にもういろんな、もうそれこそ経営戦略とか、アライアンスだとか、ファイナンスだとか、いろいろあるんですけども、あえて今日はですね、経営の中でも、そのリーダーシップっていうことについてですね、30分ほど時間をかけて、まあ、これも結構また、掘ると結構なっちゃうんですけども、30分ほどお時間いただいてお話ししようと思ってます。皆さんもですね、スタートアップされている中で、えー、もうすでにですね、経験されていると思うんですけども、私は今の時代っていうのは、これ超競争の時代だというふうに思ってるんですよね。 で、それ何かっていうと、まあもうグローバル化もそうですし、それからあとは DX、GX、それから今で言うと AI のインパクトも出てきてますし、え、それからですね、え、まあソニーみたいな長くビジネスをやってる会社もそうなんですけれども、え、今までにですね、想定してなかった競争相手とか、新規参入があったりとかですね、長年ビジネスとして稼げたビジネスモデルが、 えー、一兆円して瓦解してしまったとかいうですねそういう経験がいっぱいあるんですけども例えば自動車業界、えー、もう100年以上来、えー、年でやったわけですけども当然 EV 化の波が来ててそうするとですね、えー、テスラですとか BYD みたいな新規参入が急に出てくるわけですよねで、えー、まさしくテスラがトヨタ自動車さんよりも時価総額が高い状況になっている新規参入で言えばですね手前みそになりますけども 5年前、10年前にソニーがホンダと組んで EV のビジネスに入ってくるか誰が思ったでしょうかね。それで新規参入がありますよね。それからあとです変化のスピードが速くなってきている。私はあの、レコード会社に1980年に CBS ソニーに入社したんですけども、まあ、ここに皆さん若い方なんで、えー、覚えてないかもしれないとかわかんないかもしれないですけど、私が入社した時ってですね、主力商品っていうのは、あの、LP、アナログ版。ちょっとこのまま復活してきてますけども、アナログ版とカセットテープ。これで商売したんですよね。 で、えー、その技術の革新という意味で言うと、ちょっとメモったんですけれどね、えっ、ー、と、レコードの LP 版、あの33と3分の1で回転するレコード版っていうのは、あれね、1948年に、実は CBS レコードが世界に出したんですよね。で、それから34年間ずっとビジネスできたんですよ。で、その次に出てきたのは CD で、これが1982年で、アナログ版で34年間ずっとビジネスできたんですよ。で、CD が出てきて、 また開会事情があってですね、これがまた儲かるわけですけれども、長い間 CD でもビジネスできたんですけれども、34年に比べて21年後にですね、すかもう10年以上早くなっちゃったんですよ、スピードが。iTunes が出てきたんですよね。で、もう CD 買わなくてもいいですよ。ダウンロードしてくださいということで、ダウンロードして音楽を楽しむということが、えー、なったわけですけれども。で、でも皆さん、ダウンロード今曲楽しんでる人いませんよね。 大体皆さん、スポティファイをはじめとする配信サービスで、あの、サブスクリプションしてると思うんですけども、iTunes が出てきてから、スポティファイ出てきまで5年間。どん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 スピードが変わっていくんですよね。で、あえて言えば、Apple が音楽ビジネス、これは、え他、ー、業種からの参入ですよね。で、Spotify は、これ新規参入ですよね。レコード会社がずっと、 長い間、メジャー、えー、何社っていうのをやった中で、スポティファが出てきて、配信ビジネスを、えー、まあ、えー、ほとんど独占してしまったという状況。これが、まさしく、超競争じゃないかと思うんです。で、そういった中でですね、えー、本当に、社員は、もしくは会社は、もしくはマネジメントの皆さんっていうのは、対応、変化に対応を求められてるんで、対応しますってことなんですけど、実はそれだけでもダメなんですよね。 変化に対応するだけじゃダメで、自ら変化を作って、競争相手がどうしようって対応させるっていうぐらいの、やっぱり前向きな姿勢でビジネスをしていかなければ、世界に勝っていく経営にはならないと思っているので、そういった中ではですね、やっぱり社員が本当にもう常にモチベーションを上げて、えー、どん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 前に進んでいくっていうふうな環境を、まずはリーダーの方々が作んなかったらですね、世界に勝てる経営には全くならないし、えー、日本でも勝てないんじゃないかと思うので、そういった意味ではですね、 やはりリーダーの皆さんに求められているのは、いろんなも求められているんですけども、いかに社員のモチベーションをこうアップするか、キープするかっていうのはやっぱりすごい大事だし、それができなければ、どんなに素晴らしい戦略があっても、どんなに素晴らしい商品があっても、どんなに素晴らしいコンテンツサービスがあっても、なかなかそれをですね、成功に導くことはできないし、そもそもモチベーションが上がってない社員、会社には新しい商品、イノベーションは基本的に起きませんから、そもそもですね、本当に世界に勝てるような商品、サービスにはならないっていうのは現状ですよね。 でそういったモチベーションがすごい求められているモチベーションアップが求められているリーダーシップの中で特に大企業皆さんの企業には多分ないと思うんですけれども、えー、知らず知らずのうちにですね逆の効果 モチベーションをどんどん下げてしまうリーダーシップっていうのは結構参見されるので、それについて少しお話をさせていただきたいと思って、2点ほどポイントはあるんですけれども、お話しさせていただきたいと思います。で、あの、今日集まっている皆さんはもう本当トップの方々なんで、皆さんはもう成功されてるんで、もしかしたらば、まあ、平井さんそのことは分かってるよっていうことかもしれないんですけれども、ぜひですね、皆さんの組織の次世代のリーダーシップ、ナンバー2、ナンバー3、そしてこれからですね、人の上に立つようなリーダーの方々がいると思うので、 彼ら、彼女らにもですね、こういったことがあるんだよってことを伝えていただくことによって、皆さんの会社のマネジメントの総合力がアップするんじゃないかなと思うので、今日はですね、あえてモチベーションを下げてしまう無意識のリーダーシップについて、結構ベタなんですけども、お話をさせていただきたいと思います。二つ、まあ、これもですね、結構いろいろあるんですけど、二つだけ今日お話しさせていただきます。まず最初のポイントはですね、あの森保監督がいらっしゃる中で大変申し訳ないんですけれども、最初のポイントはですね、名選手、 名監督に必ずしもならず。です。あの、森理やすの、もう、もう、大丈夫ですかすいません。申し訳ございません。名選手は安藤名監督ですから、もう成功例なので、森理監督じゃないです。これ聞いたこと多分皆さんあると思うんですけれども、えー、特にスポーツの世界では、もう素晴らしい実績を上げている選手の方々が監督になったらば、なかなかリーダーシップが発揮できない。なぜかっていうと、一人の選手として求められているものの成功の、 基準とリーダーとしての成功の基準を求められているもは全く違うんですよね。で、それがわからないでリーダーになってしまうとリーダーシップは発揮できなくてモチベーションを下げてしまうリーダーになってしまうということなんです。あの、皆さんもですね、えー、成功されている方々ですから、いろんなアイディアとか、えー、それからいろんな人と議論してですね、こういうビジネスモデルはどうだろうかとか、もう本当に考えて考えて、 いろんなビジネス、モデルを作ったり、ビジネスをスタートさせてますし、皆さんの会社もですね、やっぱりできる社員っていうのは、どうやって自分の仕事をもっとよくやればいいか、どうやったらもっと実績があるだろうかって、みんな考えるんですよね。考えて、IQ の高い社員がいろいろ考えて実績を出すから、君よくやった。君は今度グループリーダーねとか、課長さんねとか、社長さんね,とさんねっていうことで昇進していくっていうことですよね。それが普通のプロセスで、決してそれは間違ってはいないんですけれども、 今日はですね、あの、チャートを出してはいけないと堀さんに言われたんで、チャートは出さないんですけれども、えー、ぜひですね、皆さん、あの、時間の時、ネットで調べてください。上司に求めているものは何ですかっていうね、その、あの、マネージされる側に、えー、上司に求めているものは何ですかって聞いてアンケートいっぱいあるんですけども、そこで出てくるのがですね、よくある項目っていうのが、自分の意見や、えー、考えに耳を傾けてくれるとか、あとは公平公正に評価してくれるだとか、 気分に浮き沈みがないとか、明確な判断をしてくれるっていうですね、まあリーダーシップによくあるようなことを求めれてるんですよね。で、そういった調査をよく見ると、そもそも昇進するための要件を満たした実績が上がったとか、仕事ができるだとか、そういったことは実は社員はリーダーにはあんまり求めてないんですよ。で、特に若い方々で実績が出ると、 もうやっぱりいいでで自信がつくんですね俺やっぱり実績を出したから、ね、若くして課長になったんだ若くして社長になったんだっていうのはいいんですけれどもその自信がリーダーシップには全くつながらないつまり俺は実績出したから偉いんだから言うことを聞けっていうロジックになった瞬間に社員のモチベーションは求めているものと全く違うものをリーダーやってますからどんどん下がっていってしまうっていうことが実際に求められているし。 え、現状として起きるし、これが名選手が必ずしも名監督にならないっていうところにつながっていくもんじゃないかなと思うんですね。で、言い換えるとですね、えー、リーダーに、リーダーとして求められるものっていうのは、IQ の高さもう大事なんですけれども、いつも私が言ってるんですけど、心の知能質の高さ、EQ はいかに高いか、これがリーダーには求められている。EQ が高いリーダーが、 成功していくリーダーだというふうに私は思ってますので、逆のリーダーいますよね。だから要するに、肩書きで仕事をする。部長だから言うことを聞け。俺はこの会社に35年いるから偉いから言うことを聞け。モチベーション上がらないですよね。モチベーション上がる社員、リーダーっていうのは、やっぱり一人一人の社員の悩みを聞いてあげたりとか、アドバイスをしたりとか、さっきから言ってるように、公平な判断をするとか、明確なアドバイスをできるとか、 気分の浮き沈みがない、そういったリーダーが求められているわけですから、あってはいけないのが逆のリーダー。つまり、えー、さっきから言ってるように、肩書きとか年功で権力があると思っているリーダー。それから逆に朝礼誤解になってしまうリーダー。うまくいくとですね、自分の手柄にして、うまくいかないと人のせいにするリーダー。いますよね。そういったことが日常三次いろんな組織で行われているので、ぜひですね、まず1点目は、その、 実績を上げた自分、自信につながるのはいいんですけども、リーダーには全く違うものが求められているということをぜひ、まあ皆さんはご存知だと思うんですけども、これからリーダーになるような若い方々にですね、ぜひそれを伝えていただいて、君は昇進、今度するんだけども、昇進した要件とリーダーシップに求められているものは全く違うんだよということをちゃんと教えてあげて、それをガイドするのが、ここにいる皆さん、リーダーの非常に重要な役割じゃないかなというふうに思いますので、ぜひですね、 えー、それを、まあ、特に若い方々、実績を上げて自信を持って頑張ろうと思っているのに、そこのアドバイスをしないまんまです、ね、現場に放り込んでしまったら、こんなにかわいそうなことないですよ、でもっともっと伸びるはずだった、できる社員がそこで,です、ね、やっぱりストップしてしまうということはあっちゃいけないので、ぜひそういったです、ねえー、リーダーシップがちゃんと発揮できるような環境、もしくは発揮できるようなトレーニングっていうのをです、ね、ここにいらっしゃるリーダーの皆さんにはしてもらいたいと思います。それが1点目 2点目はですね、えーまあえー、キーワードで言うならば、えー、リーダーの一挙手一投足はすべて見られているということです、えー。これはですね、別にあの社長さんだけじゃなくていいんですよ。課長さんでも部長さんでもグループリーダーでもいいんですけど、リーダーっていうのは常にその下の人たちから一挙手一投足、全部見られているということ、これを決して忘れてはいけない。何をリーダーは言ったか。 何を言わなかったか。何をリーダーはしたか。何をリーダーはしなかったか。で、やったことだけじゃなくて、やらないことも全部見てますからね。例えば、えー、まあ、一つの例として、えー、会議でですね、不規則発言があったとしましょう。えー、その時に、結局、平井さんはあれ何も言わなかったの注意もしなかったじゃないっていう何もしなかったっていうのも見られてますからね。そういった意味で全部見られてるっていうのがリーダーだっていうことで、これをですね、間違ってしまうと、 モチベーションを上げなければいけないリーダーなのに、モチベーションががーんと下がっていくケースがいっぱいあります。皆さんの組織がですね、こうならないようにぜひお願いしたいと思うんですよね。で、あのまあ、いくつか例、これから挙げるって、本当にもうあの、マイクにいともはないんですけれどもあの、よくあるのがですね、これから例えば、うちの会社、ある新規事業に参入するんだとか、DX をやるんだとか、まあ、いろんなありますよね。 でそれであの、よし、現場をモチベーション上げるために社長なり、まあ、グループリーダー、まあ、リーダーがです、ね、現場に行って社員と対話をしてです、ね、もうやっぱりモチベーション上げてもらうんだということで、まあ、あの飛行機に乗ってです、ねまあ、世界各地でもいいんですけどもいろんな現場に、まあ、リーダー社長が行くわけですよね。で、あの当然まあです、ね、社長が来ていろいろ話してくれたりとかしたらモチベーション上がるはずなんですけども。 あのー、私はもうこれ実際経験したことあるんで、えーまあ、皆さんもあるかもしれないんですけども、リーダーが来る。で、実際来ました。で、まあ、現場をこうね、えー、いろいろチェックしたりとか、えー、製造事業者だったらばね、ライン見たりとかいろいろやって、で、その後にですね、もうハイライトですよね。えー、社長が社員に対して皆さんに、えー、メッセージをしますって言うんで、まあ、期待してこうやって集まって社長が出てきたらば、おむねですね、パラパラと原稿が出てきて、 皆さんおはようございます。原稿の棒読み。それ聞いた社員どう思いますモチベーション本当に上がりますかね私だったらば、え、原稿読みに来たんですかと思うんで、あんまりモチベーション上がらない。でもこれよくあるパターンなんですよ。私いつもだから言ってるのは、別にあの、喋るメモはトーキングポイントは別にあってもいいけれども、あとはそんなに大事だと思ってる話をしに来るんだったらば、 原稿なんか読まなくてハートから語れるでしょうなのになんで原稿なんか読むんですかっていうのがすごいやっぱりモチベーション下がってしまう行動、これをね、思わずやってしまっているリーダーが結構いるんですよね。だから、えー、プレゼンテーションを完璧にするために来てるんじゃなくて、メッセージを伝えるために来てるわけですから、別に噛んでも構わないけれども、俺はこういうことを伝えたいんだ、私はあなたたちにこういうことを伝えたいんだってことをパッションがある。 メッセージの出し方によって、かんだけども、言ってることは分かったっていう言ってもらえる方が、原稿がうまく読みましたより100倍いいですし、モチベーション上がりますよね。で、さらにですね、えーまあ、あの傷口に資料をすり込むパターンが続くんですけれども、まず来て、えー、原稿を読んで、えー、結構皆さん、何のために来たんだろうって、ちょっと白気気味なところではい、では次は Q&A コーナーに移りますって言って、質疑応答コーナーに移るわけですよね。そうすするとですね。 あ、あの、人事が事前に社員の皆さんから、あの、聞きたい質問全部受け付けてますのでって言って、当たり障りのない質問全部人事がですね、こう、ピックして。で、あの、はい、社長に質問ですとか言っても全部棒読みするわけですね、司会者の方が。で、そこで終わるんだったらまだいいんですけども、さらに良くないのはこれ実際に見てますわし、その答えも原稿が用意されている。単なる国会答弁しに来たんじゃない、あなたはってなっちゃうんですけども、これモチベーション上がります 何のために来たんだってなっちゃいますよね。全部見られてるんです。だったら逆にライブで質問を受けてどんどん突っ込んでもらって分かんないものはごめん分からないから調べて後日ゲットバックしますって言えばいいじゃないですか。答えたくない質問だったらばカクカクしかじかな理由でそれは答えられないからごめんなさいって言えばいいじゃないですか。そっちの方がライブ感があるしやっぱりアンスクリプテッドな Q&A だからこそあ 一生懸命答えてくれたんだって社員が思うからモチベーション上がるんですよね。それを自ら現場に行って全部原稿を読んで、えー、事前の質問をやってって全然モチベーション上がらないのにあえてそうやってる現場訪問っていうのは結構やっぱり見受けられるんで、まあ、皆さんの会社はまだ小さいかもしれないんですけどぜひ現場に行ったらですねライブで語るその場で質疑応答を受けるどんどんライブのインタラクションをするっていうことをやっぱり心がけてほしいという,うに思ってるんですよね。 他にもいろんな例があります、あのー、これもですね、えー、モチベーション、本当に下がってしまうんですけれども、えー、リーダーがすべて、特にまあソニーなんかそうだったんですけども、まあ、エンタメやってるわ、金融やってるわ、エレキやってるわ、でもいろんなことやってるわけですけれども、すべて私が全部のビジネスについて100、100%知識を持ってるはずもないんですよね。 セミコンダクターなんかもやってますし。だそういった中で、いろんな会議に行って判断しなければいけないときに、一番私が避けたのは知ったかぶり。ああ、はい、分かってる分かってる。それ大丈夫だから。これはね、イエスだから。知ったかぶりをした瞬間に、社員はバカじゃないですから、知ったかぶりしてるなってすぐ気づきます。これを見てるんです。で、知ったかぶりだよね。やってるねって言われただけだったら笑いで済むんですけども、知ったかぶりで100%知識を持ってないのに経営判断されちゃった。 社員どう思いますやめてよと思いますよね。だったらばそうじゃなくて、ごめん、この件についてはあんまり詳しくないからちょっと背景を説明してくださいって聞きゃいいじゃないですか。そっちで、それを聞かれて嫌だと思う社員いないですよ。何のこと聞くんだいないですよね。じゃあ平井さんこれはこうこうこうなってて、こういう背景があるんですよ。だからこれ気をつけなきゃいけないですよって説明してくれたらばなるほどって言って判断する方が社員はモチベーション上がりますよね。あ、いうこと聞いてくれた。 知ったかぶりでやったんじゃないんだっていうことで、そういった意味で言うと、これからいくつかポイント出すんですけども、教えてくださいっていう勇気と自信。これは大事ですよね。わからないから教えてください。別にいいじゃないですか。完璧なマシーンだと誰も求めてなくて、知らないものは知らないって言ってくれればいいんだからっていう、やっぱりモチベーションが上がるのに知ったかぶりでものと決めてしまう。だからもう一つその勇気と自信のコーナーで言えば、 あなたのアイディアの方が私のアイディアにも100%いいわ。10倍いいから私のアイディアを引っ込めてそっちで行こうというふうに判断する。これも勇気と自信。前から言ったように社員皆さん見てますから、いや、あの社長案よりは絶対あの A さんのアイディアの方が絶対に決まってるけど、結局プライドが許さないから自分の案を押し通しちゃってあんまり良くないよね。モチベーションガーッと下がりますよね。 みんなが聞いててあの A さんのアイディアの方が全然いいなと思ったのはやっぱ早速採用してるわあの社長はあのリーダーはモチベーション上がりますよねでかつ EQ 高いですからそのアイディア他か A さんのアイディアを採用したとしてもうまくいかなかったらばそれを選んだ採用した私が悪いってちゃんと説明しに行くうまくいったらば A さん素晴らしいアイディア出してくれたってことをちゃんと言いに行く 逆はやらないですよね。A さんのアイデアを採用したから失敗したんで私は知りませんじゃなくて。だからこそ、どんどん新しいアイデアを出してくれるわけですよね。だから、自分よりもいいアイデアとか、優れたものがあったらば、それを即採用する勇気と自信。それからもう一つ、勇気と自信で言えば、判断を間違えた、もしくは何かに対して間違えたということを即言える、これも勇気と自信。プライドが許してですね、 経営判断したとしましょう。これ、投資 OK、GO したとしましょう。リーダーがあれちょっと間違えたかなと思ってる。その時にはすでに社員はよく知ってますから、平井さんあれ判断間違えてるよねと思ってるんですよね。早く軌道修正してほしいわけですよ。あの投資よくないから。で、自分もわかってるんだけど、一回 OK しちゃったから、プライドが許さないから、ずっとそのまま進めていく。で、崖から落っこっちゃった後に、その後処理するの誰ですか 社員がするわけですよね。だ社員からしてみたらば、早く軌道修正してほしいのに、ずっとやってる。モチベーション下がりますよね。それより100倍いいのは、ごめん。あの時の判断はイエスと言ったけれども、この投資はやっぱりノーだ。なぜかっていうと、こういう理由だからノーに変えたんだ。よって、軌道修正これからしなきゃいけないんで、一緒に手伝ってくれって言われたらば、どう思いますなんじゃこれはと思う社員は一人もいないですよね。わかりました。軌道修正しましょう。の方が、 プライドが許さなくてずっと言って学から落ちるようや100倍いいですよね。よって間違えました。軌道修正してくださいって言えう勇気と自信。これがリーダーには求められてるんですよ。そしてもう一つ、えー、例出しますけれども。あのー、ネガティブな状況が起きたとき。だ例えば株価下がっちゃった。売り上げがいかなかった。 えー、せっかくね、CNBC でライブのインタビューやったらば、えー、司会者にバコバコにされて、えー、最悪なインタビューになってしまった、な、まあ、何でもいいんですけども、いろんなネガティブなことが起こるわけですよね。で、社員は当然それ見てるわけですよ。まあ、平井さん、テレビのインタビューで結構なんか、あのうまくいってない、失敗しちゃってるよね、株が下がっちゃったよね、アナリストに散々なレポート書かれてるんで、みんな知ってるわけですよ。それを知ってて、会社に行って、朝から機嫌悪くて。 なんなあのインタビューはとかね。あのレポートよくわかんないけどで一日中ぐじぐじ言ってるリーダーいますよね。ね笑ってるってことは経験されてるわけですよね。どう思いますインタビューがうまくいかなかった。株がちょっと下がっちゃった。そんなことで一日中ぐじ,ぐじぐじ言ってるリーダー。本当に危機的な状況が起きたとき。あっちゃいけないですけども、自社の商品で怪我してしまった。 もしくは、えー、コンプライアンス上の違反があった。もしくは、まあ、実際経験してますけども、ネットワークの不正アクセスがあった、情報漏えいがあった。そういった時に、この人本当大丈夫なんですかってみんな思っちゃいますよね。モチベーション下がっちゃいます。だから、そういうネガティブなことがあった時こそ、実は EQ が高い。 リーダーシップを持っているリーダーっていうことを皆さんにアピールする格好の光なんですよ。絶好の光なんですよ。ああいうことを書かれてるけども、あれは別に仕事やってたのね、記者の人は別にそれ,それでいいんだけども、そんなことはどうでもいいけども、今日は何するんだっけ。株価が下がっちゃっていろいろアナに書かれたけども、それは私たち自分たちで、ね、やっぱり改善していなければ、株価は回復しないわけだから頑張ろう。 言えばいいわけですね。だから、そういうネガティブをポジティブに持ってって、いかに e い,い機能が高いリーダーかっていうことを示す格好の機会なのに、それを捉えて、ぐじぐじ一日中言ってるリーダー。モチベーション下がりまくりますよね。だから、そういったことも全部、さっきから申し上げてるように、一挙手、一投足、全部見られてるってことをリーダーっていうのは意識しなければいけないし、それを逆にアドバンテージに使うことも当然できるってことも実はあるんですよね。 それはもう皆さんでいろいろ考えていただければいいんですけども、それからもう一つ、本当にマイナーな例ですけど、ここまで見られてるんですよっていう例で一つ言わせていただきます。あの、これはですね、えー、もう随分前になるんですけども、えー、大統領選で確かですね、あの、ブッシュ父の方ですね。ブッシュ父の、えー、再選の選挙の時にあの、テレビでディベートやるじゃないですか。で、 えー、彼がですね、えー、実は一つやったことで、ガターンと支持率が落ちてしまった、えー、行動があるんですよ。その、その公開討論で。で、それはですね、何か言ったことがまずかったとか、えー、政策が良くなかったってことじゃなくて、彼はですね、彼の一番大きな間違いっていうのは、単純に全米、全世界が見ている公開へのディベートの時に、何時か時計を見てしまったんです。そのメッセージってどうな、何ですか俺はこんなとこいたくないんだよ 早く帰りたいんだよっていうのを、ボディーランゲージで示してしまった。それで、事実率がーんと下がったんですよね。で、これも一つの例なんですけれども、よって、私はそれを、まあ、あの、知ってたんで、社内で会議あるときに、本当に何時か知りたいだけなんですよ。でも、自分の時計を見た瞬間に、周りの人たちはみんなしらけますよね。平井さん、ここにいたくないんだ。早く帰りたいんだ。 だから、何時か知りたいとなったら、タイムズももじもじしちゃって、誰かの時計見えないかな。<laughs> ああ、そうか、あと、あと20分あるんだ。ぐらい、そこまで気を使わなければいけないんですよってぐらい見られてるんです、皆さんは。それを、あ見てないから大丈夫なんていうのはね、ありえないですから、そこをですね、やっぱりうまく、モチベーションを下げるのではなくて、上げるリーダーシップにつなげていくっていうのってことをですね、ぜひ皆さんには考えていただければというふうに思います。 あの、リーダーシップ論というのはですね、本当に奥が深いですし、えー、最初に申し上げたんですけれども、強いリーダーシップ、モチベーションが上がるリーダーシップが発揮できなければ、他のことは何もついてこないです。さっき言ったように、どんな強い商品があっても、どんな素晴らしいコンテンツ、サービスがあっても、それのフルポテンシャルにはなかなかならない。なぜかというと、社員のモチベーションがあまり上がってないから。 で、もっと言えば、そもそもそういったいいものが出てくる確率もどんどん下がってしまうということなんで、世界でかつ経営、もう本当にビッグピクチャーで考えると、もういろんな側面があるんですけども、まず一丁目一番地としてですね、リーダーの皆さん、そして皆さんの組織の中でリーダーをされている皆さんが、いかに社員のモチベーションを上げて、それを保って、そしてやっぱり120%の力を出してもらうかということを、まず考えて、そこをスタートポイントとしてですね、 世界に勝っていく経営、サービスだとかコンテンツだとか商品、アライアンス、そういったものをどんどん進めていただくっていうのが、私は一番重要じゃないかなというふうに思いますので、まあ、結構ですね、ベタな話になってしまったんですけれども、それをですね、ぜひ皆さんも考えていただいて、そして皆さんの組織の中で、これからリーダーシップのポジションに入っていく皆さんについてもですね、そういったお話をさせて、もしくはしていただければいいんじゃないかなというふうに思います。 えー、短い時間でしたけど今日はどうもご清聴ありがとうございました。